ただいまより第4試合ディープジュレスストロー級5分2ラウンドを行います。青コーナーキングジム神戸ケイトロータース、赤コーナーフリー長野ミカ、レフリー田澤康弘、青コーナーケイト選手には激励賞が届いております。また長野選手にも激励賞が届いております。東京後楽園ホールのディープジュエルス37ストロー級 52.2 キロリミット、長野美香 VS ケイト・ロータス。さあ伊沢聖華選手にお話を伺ってまいりましょう。ケイト・ロータス選手のことはよくご存知ということですよね。そうですね、一緒に練習させていただいてます。はい、改めてどんな印象ですか？そうですね、東京に来てから結構寝技とかも練習して、はい、打撃だけじゃなくなってると思います、はい、でも長野選手もすごい寝技グラップリングが、ね、強い選手なので、どういう展開になるかが楽しみですね、まあ、長野選手はおよそ3年ぶりの復帰戦ということですね。そうですね、まあ、中京女子大レスリング部出身、そこに組みつき2本刺していきましたケイトです。まあ、こうして半身の体勢、ここから展開を作っていこうとしましたねケイト。そうですね、ここからテイクダウンする練習を結構重点的にやっていたので、ああ そうですか、それが見えるかなっていうようなところですね、はい。まあ、ストロー級に下げての戦い、はい、まあ、ボディービルの大会に出場歴なんていう背景もあるファイターです。そうですね、昨年12月は栗山葵選手に勝利しました。神戸から上京しての戦い、そこで2連敗から脱出しています。まあ、長野に対してこの仕掛けとなると長野も応戦ということになりますが、位置入れ替えてくるケイト、力強いですね。そうですね、すごい力強いんですけど、長野選手も結構力強いんですよね。今でもこれ巻き込むようにして投げてきました。バックつけそうですね。後ろを取るこの形、あとは左腕どんな風に差し込んでいくか、まあ、ケージを支点にしていく長野、その足離れています。グラウンドこの状態、さあ伊沢選手まずポジショニングですね。そうですね、しっかり取りに行ってほしいですね。まあ、紫のスパッツ、髪コーンロースタイルがケイト選手です。まあ、低く前に前に進んできたのが長野、はい、2007年12月プロデビューです。今お互いにポジションいいところを取りに行ってるっていう状況で、長野さんは上につけに行って、ケイトさんは上につきたいというようなところですね。これ大事ですよね、はい、ここで譲っちゃうとこの後攻められ続けて、はい、るっていうような状況になりかねないので、ここが一番大事なポイントですね、はい。まあ、気持ちの面もあるでしょうね、これいけるぞというふうに踏んだり、ね、ここで妥協しちゃうとズルズルっていうことになりかねないので、リアルキッドチョーク、首回り長い手、そしてこうして右手パウンド、ごつりごつりと顔面、まあ、これあまり食らうと長野も嫌ですね。そうですね、ここは嫌なので押し上げて展開作っていきたいところですね、はい。足も差し入れています。いい形にしましたバックマウント、ここから上半身今は密着した状態です。プロ30戦目の長野に対して同じく5戦目ケイト・ロータス、亀の状態ぐるりと回る、残り2分以上あります。しっかり展開作っていきたいですね、そうですね、ケイト足4の字これ組んでいる体勢です。すごいバック得意なので、はい、ここから結構パターン多いのかなって思いますね。いいですねこの形、はい。まあ、長野選手もなんとかしたい、こうやって今体横にしています。そうですね、上につくために今体回して対処していってるんですけど、はい、ケイト選手もしっかり4の字組んで対処しているっていうようなところです ね、 ね。まだ1分半以上あります。これどの体勢になってもケイトはまあグラウンドでこうやって動き自分の形にできる、そんな動きをこの戦いの中で見せています。まあ、長野から見るとこれ形どうですか？そうですね、4の字が多分
外れないのかなって思うので、まずは4の字の解除してから展開作っていきたいですね、はい、うん、立ってきますね、まあ、右足こうだいぶテーピングもあります、はい、うん、こうやって揺すって落としていきたいところですね、はい、あでもなかなか離れてくれませんね、はい、このあたりもしっかりこうやって足はまだ4の字組まれたままです。ちょっとだけ緩くなったでしょうか。そうですね、でもまだ全然きついですね。あそうですか、はい、逆に4の字組んでるとケイト選手も決めに行くのが難しいので、はい、決めに行くなら違う形っていうような状況ですね。そうですね、はい、このままあと25秒、どうだ、殴っていきますか、左、うん、前に叩きつけるようにした長野、この体勢落ちそうです、落ちますかね、整体、はい、して、うん、あと10秒、攻め返して終わることができるのか長野美香。復帰戦鉄槌、下から足も上がってくる、ここはクローズドガードの形、ボディへパンチ、長野が放ったところ、第1ラウンド終了です。さあこれ右の肩の周り、まあ、だいぶ赤くなっています長野です。そうですね、伊沢選手最初のラウンドどうでしたか。はい、やっぱりケイト選手が4の字得意なので、はい、そこに持っていけたのがすごい良かったと思います。で長野選手はまだ良さが出ていないので、はい、自分の攻めをしていくのが2ラウンド目必要かなって思います、まあ、ケイト選手よく組みついていい流れにしましたね。そうですね、やっぱり寝技結構練習してたのでそれが出てるなって思います。へえ、どんな人なんですかケイトロータス。結構アニメとか好きですね、はい、ケイト選手は、はい、だいぶディープに攻め込んでるマニアックな感じなんですか。いや普通に好きっていうような感じですね、はい、そうですか。少年系の漫画をよく好きなイメージがあります。そうですか。さあ対しては長野美香、次の5分がやってまいります。ファイナルラウンドです。ストロー級 52.2 キロリミット、右手前に構えて、これスカイブルーのトランクス長野です。およそ3年ぶり、まあ、子育てに追われた時期もあったなんていうふうにも語っています。ここ3戦は0勝2敗1引き分け。また右を差したケイトロータス、またこれ形いいんじゃないですか。はい、そうですね、1ラウンド目と同じような形になってきたので、はい、まあ、本当にその練習よくしてきたっていうところが本当に実戦で出てるなっていう印象。そうですね、練習でやったこと出てるなっていうところですね、はい、うん、首回り右腕絡みつけていく長野ですが、まだこれ首の位置は随分高いですね。そうですね、でもここから足上げて決めに来ますね、うん、あ、来た、ギロチンチョークの体勢は、まあ、これボディは足で挟んでいますかね、ケージを押さえています。そうですね、うん、あ、決まった決まった。いや、この形で首きっちり決め取ってしまいました長野美香。決め強いです ね、 ね、ありますね。いやいや、これまだここからかなというふうにも見えたんですが、どうでした実際。まあでも首しっかり入っちゃってたので、はい、そこでマウント取られちゃったところがきついのかなって思います、横向いて対処していくところだったんで今のは、はい、まあそうですね、決まっちゃったっていうようなところですね。でもそれをしっかりと狙って自分の狙い通りに、はい、一つのチャンスで決め切るっていう長野選手の強さ、うまさが光ってましたね、はい、確かにここまででいくとケイト・ロータス選手のペースに見えたんですが、そうですね、ペース的には全然1ラウンド目ケイト選手が押してたっていうところで、はい、そこで自分のチャンスでしっかりそれをつかみ取る長野選手のやっぱりベテランの勘というか、はい、勝負どころの分かってる強さが光ってたなって試合ですね。まあ、それ分かっていると分かっていないとどやは本当に大違いなんですね。そうですね、行くところと行かないところのメリハリが、やっぱり1ラウンド目下になってても、はい、そこで我慢するタイミングだったっていうのを分かってたっていうところで長野選手の強さが出たのかなって思いますね。そうですか。さあこの後言葉があるあるようですね。こんにちは、長野美香です。
今日は応援してくださってありがとうございます。ケイト選手はこれから女子格闘技を先頭になって引っ張っていく選手だと思ってます。私はあと何試合できるか分かりませんが、一試合一試合悔いの残らないように戦っていきたいと思います。応援ありがとうございました。日本女子格闘技作り上げてきた一人ですよね。そうですね、いやこの勝利、ちょっと目に光るものもありました、はい、ここからというケイト・ロータス選手を2ラウンドギロチンチョーク逆転勝利とお伝えしましょう。3年ぶりの復活飾りました長野美香。